よく映画などに登場しますが、簡単に言うとどのようなものでしょうか。複数の人格を持つことによる逃避と。多重人格は逃避の一つなのですか。さようです。そのメカニズムは完全には解明されていませんが、例えば貧乏な人がお金持ちになった自分を想像するという現実逃避ってありますよね。これ極論はできませんが、抗議的にはそう解釈できます。つまり誰にその現実逃避の見境がなくなると二重人格になるのですか。ちょっと難しいですね。そう提唱する説もあり、諸説紛紛です。では精神医学の世界ではまだ多重人格というのは未知の解明されていない。残念ながらそうなります。今後の研究が期待されます。でも二重人格なんてなんだかかっこいいですよね。どうなれると言いますか、なりやすいと言いますか。最近の研究では遺伝と死因が複雑、中でも幼少期の育児体験が大きく作用するのではないか。そういえばこの A 君も家庭に問題を抱えてるんですよね。気の毒に。7つの人格を持つ青年 A。 では VTR の続きをどうぞ。ですがその前にコマーシャル。最近のカップ麺は凝ってて種類も多いんだよ。どれも一通りは食ってみたいし。それじゃあ1種類しか食えないよ、飽きちゃうって。うまいんだよ。大盛りだけど大味ってわけじゃないし。
え、